お、運命更新だ。姿勢的には何もしてないんだが、頼もしい味方が来てくれた。上上がれるし、タイヤ転がす、あ、転がすとかできないんだもんね。あー、右行けない。こっちになんかあんな。まあミサイルは上来れて、なんか入れ替えられるものがあるのか。あ、上、上、さらに上、上行ける。こっちはいけない。あー、取り替え、取り替えね。とりあえず会話、僕の力覚えてますか。あ、同じ形のものを取り替えるだったな。まあより正確には見た目が同じものを取り替えるですけど、どう違うんだ。風に飛ばされ川に流されて僕気づいたんです。物事はいろんな角度から見るべきだって。下水に流れ着いた小動物が何かだったっている。角度、あー、なんだろう、角度が変わる。あ、測定装置だよね、振り回されてるのはね。丸になる瞬間があるのかな。丸になればタイヤと入れ替えられるけど、それをやってどうなるんだろう。さあ、張り切って爆発を止めましょう。いやー、それはダメだ。じゃあ、あの赤い人をやっつけちゃいますか。ミサイルできる。いや、それもダメだ。あれもダメ、これもダメ。どうかと思いますね、僕。爆発は止めない。その上、奴に気づかれないようじいさんを助け出す。鍵を握るのはあんたの力だ。その自覚はありませんけど、頑張りますとも。飼い主に似てポジティブだ。数秒間の勝負、最後の瞬間を見逃すな。これ多分角度が変わって何かを取り替えられるようになるってことだよな。あ、扉、扉と入れ替えたいよね。こっち行けた、こっち行けた。あ、こっちだ。はい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 。ネズミくん使うよね、どう考えてもね。お、お、お、チューチュー氏って呼んでんの。かわいいね。チューチュー氏が何やら騒いでいるな。セルさん、僕の野生が怪しくざわめいています。マジかよ。確かにね、自宅でも追い回してたか。追い回したかったらまず命を取り戻すことだな。どうやらあのゴミバケツにご馳走があるようだ。あ、ゴミバケツの形あれじゃね。ハッチにどうかな。連中いつもはもっと大騒ぎしとるんだかな。大騒ぎか、大騒ぎ。これは、あ、これ何。あ、取り替えできん。古雑誌と、古雑誌と古新聞。まあ、変えられるんだったら変えてみる。おう、あ、ああ、はいはいはい、なるほどね。二人がかりで漁れるようになる。さらに援軍が来る。めっちゃ来る。あ、ピンクが女の子なんですかね。こいつはちょっとした大騒ぎだね。見たか、バケツが踊り出したぞ。実はさ、僕も踊り出したい気分だね。踊ろうか。僕の野生ももう暴れ出さんばかりです。危険な連中だ。おー、あああああ、なるほどね。あ、でも、あ、ゴミ箱の蓋といけるね、これでね。ゴミ箱の蓋とタイヤを取り替える。これで、うん、セルちょっとどいてもらって、うん、この形になってくれるかな。そんな気しない。ほらよ、いけんじゃない。あ、ちょっとまだか。完全静止。よし、これタイミングいつだ。ここじゃないよね。爆発の瞬間、爆発、あれする。ちょっと待って。ちょっと待って、しそうだったな。このタイミングで行ってみる。どう、どうよ。危ない。あ、あ、そっか、カバネラ警部がこれで視界が遮られて気づかないんじゃない。カバネラ警部はやられたが、悪く思わないでくれよ、冴えないハト君よ。いけた？さてと、カバネラ警部さん。グッ。あんたには一働きしてもらいたいんだがね。俺で、電話かけさせられたんだ。浄土さんを確実に殺すため。
動けないよ。骨を 4,5 本やられたみたいだからな。俺があんたを操るのは別に構わないがね。その場合あんたの激痛はシャレにならないだろうな。悪い顔してる。くそ。ハト君、静かにな。あ、やった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 。先生、管理人さんは無事だね。ああ、驚いたことに、あんたらは見事やってのけたようだの。すまないな、カバネラ警部。あんたまで手が回らなかった。おかげで僕はあそこで目が回ってるわけだけどね。まあ問題ないさ、いいものを見せてもらったし。ラブリーな消失の手品をね。まあ残念ながら、見事に消えたのは鳩ではなかったかな。わあ、更新か。この後どうする？カバネラ警部を助ける。なんだ、死んでる方がマシみたいな顔をしおって。いや、思い出しちまってね、今頃現実の僕は、かわいそうな法務大臣さんを脅しつけているんだなって。やっぱかわいそうな法務大臣さんっていう認識なんですね。あの電話か、確かにひどいショックを受けていた。あ、ちょっといいですか、あなた。ミサイル。どうした、ミサイル。ダメじゃないですか、そんなことをしちゃ。なんだよこの生き物は。ああ、その小動物くんならカノン城を守る侍だ。ミサイル飼い始めたのはいつぐらいからなんかね。ジョードさんも飼ってたんかな。最近飼い始めたんだろうか。残念ながら現在は生き物とは呼べないが、カノン。そ、なんて音だ。まったく、まさかあの子が人質に取られたなんて。確かに運命のいたずらにしては悪質すぎるの。ちょっと待ってください、カノン様が人質？そうか、知らないのか。ああ、すまないな、侍くん。カノン様、一体何ですか、人質って。とにかくカバネラ警部、次こそはあんたの命を助ける番だな。だけどさっきは手も足も出ないようだったよ。確かにな、夜間しか出なかった。今は違いますともね、シセルさん。ミサイルを使ってか。ああ、我々が力を合わせれば状況は変わる。白い警部さんを助けて、カノン城を助けに行く。いいな。はい、さっさと片付けちまいましょう。切ないな、なんだか。助けられるかね。ここにいんだ。では始めよう。カバネラ警部は今、地上の部屋にいるはずだ。まずはそこへ向かうとしよう。セルさん、それじゃあ僕先に行って待ってますね。マジ。一緒に行こうよ。ほっほっ。すげえ。すごいな。俺行けるかな、上。それじゃあ頼んだぞ。ドバトっていう呼び方なんだ。下の名前はポポジューローかな。そこの建築にいるゴースト君をちょいと持ち上げてやってくれ。ああ、分かってんだもんね。ありがとう、ポポジューロー。なるほど。ここスタートか。うん。ポポジューロ君が下がってるタイミングだったら、下も戻れそうだね。うん。まあ、下に戻る必要はあんまないんだろうけど。セリフが出ている。なかなか根性のあるハト君だな。彼が力尽きる前に上へ向かうとしようか。ミサイルが待ってる。急いだ方がいいな。ミサイルはどこにいるんだろうか。まあ上でしょうね。いや、来てくれましたね、シセルさん。ここにいたんだ。待たせたな、ミサイル。4分後、警部さんは弾丸によって命を落とす。じゃあ君、ちょちょいとその発砲を止めてくれよ。発砲を止めるか。ミサイルでなんか、取り替えられそうなものある？あんたまたそれか？しかもそれでは意味がないな。発砲を止めても奴は他の方法でやるだろうよ。待ってくれ、それはつまり。そうだ、状況は私の時と同じさ。死んだと思わせる。まあ今回の場合一番いいのは、発砲は止めず、奴にも気づかれず、助けること。難しすぎるよ。ビジョンが浮かばねえ。さっきよりもさらに無茶を言ってくれんな。まあ何にせよちょちょいっと頼むよ。
ちょっと行きましょうよ、セルさん。僕の力が必要なら、ZR ですからね。ミサイルの力を使うんでしょうが。ミサイル。右側に行けるな、ミサイルだったらな。マイクロスコープ。ただ、ニットキャップ？これ、ニットキャップと、向こうにヘルメットがあるよね。同じ形だよな。それでなんか意味が、会話か。あとは何もないね。写真。写真と同じ形のものも、なさげ。ニットキャップだな、使うのは。とりあえず会話しよう。シェルさん、結局のところ、あのお調子者さんはどうしてお亡くなりに？ピストルで撃たれたようだ。ピストルね、前から不思議でしたが、なぜあの大きな音がすると人は死んじゃうんですか？それは、そういえばなぜだっけ？弾丸？そういうこと？弾丸と同じ形？ニットキャップの形？弾丸って。やれやれ、記憶も命も落としたくないものだの。この白いのの命を奪ったのは弾丸だよ。弾。ちっちゃな鉄の塊が頭にめり込んだわけだ。ははー、つまり、とても小さなミノ君というわけですね。めっちゃヒント言ってくれてる。まあそうみたいだな。形は違うだろうが。それならば、力が使えますよ、お調子者さん。おう、そいつはよかったな、白いの。誰か僕をカバネラと呼んでやってほしいな。管理人さんも白いのって呼んでんだな。ヘルメット。ヘルメットとニットキャップをどうすればいいんだ？持っていけないね。とりあえずシセルってそこ移動できんの？できない。できないね。夜間を落とすか。ドーンってやるから、これで左側には戻れる。そっか。ケトルがあったから向こう行けたんだけどね。これ動かすとあれでしょ？バレるよね。そうだよね。これが一番わかりやすいまであるもんな。なんだこれは。そっか、撃たれるのを待ってたんだけど、川根さんが一回撃ちますもんね。そのタイミングで行くんだと思ってたんだけど、後ろを向くのか。これだったらいける。見てください、悪いシセルさん。後ろを向きましたよ。その呼び方はやめてもらいたいが、こいつは操るチャンスかもしれないな。そうだね、奴が僕から目を離したのはこの時だけだ。今のうちにやっておくべきことをやっておくべきだな。警部さんを助けるために撃つべき布石。とりあえずここでウィンってやって、明かりをつける必要はないと思うけど、ちょっとつけとく。やばい。やばい。一瞬だな。すぐ振り向くな。ヘルメット揺らすと落ちるんだよね。本は変わりないっしょ。どっちかっていうと弾丸の形はこっちの本なんじゃないかっていう気もするよ。ちょっと会話が増えてる。それは秘密だな。いや、謎の多いおじいさんですよね。どうでもいい謎だが。秘密なんだ。もう撃っちゃった。キャスター、でもここでは操れないな。戻ってくる。この動き。また取り付けるタイム来たけど。ちょっとこれは怖いです、僕としては。あの人どうして死なないんですか？奴はとっくに死んでいる。10年も前にな。死体よく腐敗せずに残ってるような。なんかあんのかな、力が。今更死なないのは分かっていたよ。じゃあなぜわざわざ撃ったんだろうか。確かに。そろそろ時間だぞ。おしゃべりは後だ。
今の騒ぎでほんの少し状況が変わった。え、まだいけるんかな。勝負はこれから最後の瞬間に決まる。あー、キャスターが来たから移動できるんだ。移動してみる。あー、これで、あ、ニットキャップ落とせるかな。写真、古い写真、小さな石ころのかけらだろうか。こいつはそう、アシュタールの資料だな。当時大騒ぎになった頃の記事だよ。まあ公園に隕石落ちてきたらね、それは大騒ぎになるよね。10年前、誰もこいつの意味を知らなかったわけだね。意味か、それは今も同じかもしれんがの。こっちはマイクロスコープ。結局こいつは何だったんだろう。大きな爪切りにも見えるような、また言ってる、見えないだろう。そいつは放射線を分析するための機械。放射線を分析、そうだったのか、なるほど。あ、君心配いらないよ。意味が分かっていないのは僕らも同じだからね。同じですとも。仲間だみんな。これ揺らすと、あ、これは、あ、あ、この形、この形、これ戻りますよ。戻って、あー、こう、こうか。ほい、お、あ、あ、あー、あー、あ、でもこの形でいいんかな。どうだろう。弾丸、これヘルメットを落としておけば、デッシェルに気づかれないように落とすことに成功していれば引っかかったっぽいね、ここにね。どっちの形が正解なんだろう。この後、ああ、打つタイミングでミノ君の時と同じように、チャンスはこれからだ。最後の瞬間ですね、僕に任せてください。パン、ミサイルだけ動かせるタイムが来るよね。お、こいつはピストルと眉間の間で弾丸が止まっている。これを取り替えるんだ、すげえな。さあ今です、僕今弾に取り付いています。この小さな塊取り替えましょう。なんだって、それこそがたった一つのチャンスだ。弾丸と同じ形どこかにあるはずだ。ちょっと邪魔すぎるな。待って、不自由に止まった弾丸を取り返するのだ。弾丸の形がちょっとはっきり見えんし、こっちで試せばいいか。ヘルメットが取り替えられるようだったら、もうニットキャップをここに置かないとダメっていうことだもんね。失敗ですね。そっかそっか。まあこれは多分、ごめんごめん、ケーブー、やっちまったな。これは痛い。まあね、弾丸と同じ速度でヘルメット突っ込んできたら、そっちの方が威力あるまであるよね。とりあえず取り返したが、よりひどい結果になってしまった。困るな、僕の甘いマスクにヒビが入っちまうだろ。もっとソフトなものを持ってこないとダメみたいだ。うん。あとは、どのタイミングでヘルメットを落とすかだね。後ろ向いてるタイミングでできんのかな。できた。お、と気づくんじゃん。あ、でもそうか、死者の力ってとこまではわかんないんだ。うんうんうん、いいんじゃない。これであとはこうだ。よし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 、これでいけたっしょ。うまく引っかかりましたね、帽子ね。ニットキャップは好きだな、暖かいし柔らかいし。そうだよね、ヘルメットよりいいよね。そういえばよく見たらこの帽子、さっき落としたヘルメットと同じ形をしてるな。みんな全力でヒント出してくれんな。やはりか、思った通りだ。うん、いけますぜ。
この瞬間に止められるのがすごい。分かってても止めるの超難しそうだもんな。こうだ。ほっ。ど、あ、殺せたって思ってる？思ってる？気づいてない。マジ。ちょギリギリのとこですけどね。どうやら奴は気づいていないようだの。吹っ飛ぶは吹っ飛ぶか。またしても消失の手品にな。ここであえてもう一度言っておこうか。ニットキャップは好きだな。ですよね。暖かいし柔らかいし。僕これでよかったんですか？もちろんだ、小さいの。またあんたに助けられたな。めっちゃ救ってるよ、ミサイルみんなを。僕やってやりますとも。ええ、もう何度でもやりますとも。わーい。たった4分間この目で見たものが全ての答えを与えてくれた。10年の研究なんてささやかなもんだな、先生。アシュタールの研究をしてたってことですよね、先生はね。あんたたちやはり手を組んでいたのか。そんな感じなんだ。まあそんな感じかな。操るものなんてさ、信じられる話じゃない。このじいさんと僕だけさ、本気で追っていたのは。あ、カバネラ警部が操るものを追うようになったきっかけは何だろうね。私もこう見えてお調子者だからの。さあ早く帰りましょう、僕たちの時間へ。カノン様をお助けしないと。ああそうだったな、ミサイル。私も追わなければならない男がいる。カノン様今どこにいるんだろうな。それは誰にもわからんからな。